新刀手引き、今回はですね、手引きに、まあ、書物にちょっと書いてる内容ではないんですけれども、御朱印、御朱印帳というのは商品ではありませんし、転売はやめてくださいという話をさせていただければと思います。現在ですね、いろんな神社から相談があったりとか、あと、まあ、宮司様の方からこれをやめてほしいということで、Facebook などで投稿されている神社も結構あるんですけど、で、あと、今これ撮ってる時は、その、熊本の、ところが元らしいんですけども、それが書いてあるということで、まあ、業者みたいな方が、集めてきて、それをメルカリとかヤフオクに流してると。御朱印はもう、そもそもなんか限定御朱印みたいなやつは、まあ、そういうようなことで流されているということで、非常に、まあ、お怒りになっている宮司様は結構多いんですね。で、まあ、おそらくそのうち神社庁及び各都道府県の神社本庁及び各都道府県の神社庁から答申が出ると思うんですけれども、ご遠慮くださいという、ご遠慮ください、まあ、神社側でご遠慮くださいと言われた場合は大体やめてくださいという話なんですけど、なぜそうなのかというと、商品ではないんですよ。神様とのご縁をつなぐための一つのものであると。授与いただく人は授与しているものです。神社側って賛与しているもの、で商品ではないんです。お金はいただいてるんですけど、賛与なので商品じゃないんですよ。絵とかそういうものではないってことですね。すべて神社が賛与しているものというのは商品ではありません。商品ではありません。その神様を信心したいと、神様とのご縁をいただきたいということで、こういうものが良いのではないかということで、まあ、お札というのはまあ基本ですけど、お札、お守りというのは基本ですけど、それ以外にも、まあ、いろいろさまざまなものがあったりとか、最近ですと御朱印なんですけども、まあ、御朱印帳を求める方も多いので、オリジナルの御朱印帳もあるんですけど、全てにおいて商品ではないです。商品ではないので、転売をするというのは信心に反する行為なので、やめていただきたいということなんです。で、転売禁止ということをもう神社側のホームページのところで歌っている神社も結構出てきました。で、あと私自身はハワイに神社あるんですけど、広大神宮っていう神社で、前からそういう話があって、転売されてるっていう話があって、やめさせたいということで、御朱印帳にわざわざ内入れをし始めたんです。内入れやらないようにということで、で、その参与されてる、授与してる方の名前が入ってるんで転売しないだろうと思ってたら、名前が入っていますけど転売しますっていう人が出まして、どういう神経なんだろうなと、本当にそう思うんですけど。で、限定御朱印も、例えばですけど、まあ、その一緒に行こうと思っていた友達が行けなくて、友達が代わりにもらってきてっていうのはしょうがないと思います。それはありだと思うんですけど、ただそれを転売するのはおかしいでしょ、やっぱり。限定御朱印なんか特にそうですね。欲しい方がいたんだけど、整理番号かなんかで配ってて本当にもらえない時もあるわけですよね。で、それを転売する人もいるので、御朱印、お寺の御朱印帳だったかな、それもなんか結構転売があるんですよね。で、基本としてはその神社で信仰数系とかそういう気持ちがあって、その神社の神様
いや、そのこの神社を信心したいというところから来るものだと思うんですけどね。あの御朱印っていうのは知らない方多いと思うんですけど、印鑑が大事なんです。実は印鑑が社印ですね。神社の印鑑が大事なんです。あの墨って書いてるでしょ、今墨を、あの参拝の関係で、あと神社名書いて、あの日付書いてるでしょ。あれっていうのはどちらかというとサービスなんですよ。サービス、そうなのっていう方いらっしゃると思うんですけど、あの印鑑が大事なので、印鑑しかないっていう神社もあるでしょ。印鑑しか、あの伊勢神宮は印鑑しかないでしょ。あのそこに神社名書かないじゃないですか。あれはそういうことなんですよ。印鑑が大事だからです。知らない方多いんですけど、印鑑が大事なんです。それはで神様とのご縁をつなぐもの。御朱印帳っていうのはあのいろいろ巡る方がその旅の思い出とか神様のつながりのご縁のつながりを思い出すためにあるものでもあるんですよね。だからあの宮司様と話しするときに御朱印帳を見せていただけますかとかって言われるんですけど、まあいいですよって見せると、あこういうとこも行ったんですねとかって、そこからいろんな話題がで、まあ、2時間3時間喋ってる時もあるんですけどまあそういうものです。だから本当にご縁をつなぐもの、縁をつなぐ、縁をいただくもの、両縁をいただくものですね。なのでその転売をするってことは縁を切ることですね。両縁を切ること、両縁を切られたものをもし仮に欲しいって人を買っても縁は得られないわけです。で、あの御朱印も御朱印帳ももうそういう転売目的だなと分かったところで、宮司様の方で御霊抜きをしてるそうです。神社もあります、そういうふうに聞いた神社もあります。もうそれで過去がない状態で してると、まあおそらく動画でその答申が出ると思います。正式に全国的にその転売禁止だと。ただしそのお友達に言われて、あの一緒に行けなくて買ったんだけど行きたくて、そこの神社の御朱印どうしても欲しい、神社の御朱印帳どうしても欲しいということで、あとはその自分の家族や親族がそこの神様を本当に信仰している人なので、それで欲しいということに関しては別に神社側も拒否はしていないので、そこと転売を分けてください。転売はあくまでその人とその人に関わる人じゃないものですから。でまあ、ひどいのだと1500円ぐらいの御朱印、入山畑の時はね、1500円ぐらいの御朱印帳に御朱印が300円500円なんで、多分2500円ぐらいですね。全部で2つ御朱印帳と令和と平成の、でそれが10万とかでありましたし、最近のその御朱印の、転売だと10倍ぐらいの値段ですね。300円で参与しているもので、10倍で3000円になってましたけど、でまあ実際の話言えば、その今田原本町ですね、田原元町か、そう、奈良県の田原元町という三輪の近くですね、三輪神社の近くの田原元町の村屋神社という神社の宮司さん、私知り合いなんですけど、でそれで転売されてたと、けしからんと。ということをけしからんというかやめてもらいたいということで、神社のホームページの方でも転売禁止と書きました。それで、どういう経路で何を考えてやってるのか分かんないんですけど、商品と思ってるのか、欲しい人がいるからやってるんだっていう言い分もあるのかもしれないですけど、でも神様とのご縁をつなぐためのものであると。だからスタンプラリーじゃありませんっていうことは前申し上げてると思うんですけど、転売するものでもないですよ、じゃないですかね。普通に考えれば分かると思うんですけど、まあ見てる方はやらないと思うんですけどこれを見てる方はそもそもこれを見てる方はやらないと思うんですけど、でもサインを
神様とのご縁をつなぐものであるということですね。転売はもう禁止というか、人としてやってはいけないことです。神様とのご縁をどのように考えているのか、で何のために来ているのかですね。神社に転売で儲けるために来てるんだったらやめてもらいたいです。迷惑行為です、単純に、と思いますけどね。人の欲というのは非常に強いもので、特に禁欲というのは、食欲、禁欲、いろいろな欲、五大欲ありますけど、睡眠もそうですけど、なかなか上がられないものですからね、難しい部分もあるんですけども、でも信仰する神様が見ているわけです。言った神様を見ているわけです。その人の行動は、その行動に対して正しいのか正しくないのか、そしてその後のことについては何年か後にその人に神罰が下るでしょう、やはりと思いますけど、はい、長くなりましたけども、転売というのはやめましょうというお話をさせていただきました。